おお、それでは早速やっぱ動いてますね。叫び声も聞こえます。いつもと変わらず入れたっていう印象ですね。どうも、オナです。今回なんですけども、 USJ がね、あのソフトオープンしてですね、今ですね大阪府民限定ですね、あの行くことができるんですよね。ということで今回ですね USJ にあの行ってみようかと思っております。まあ、それで、ね、あの今回はですね、まあ、USJ そこまであの家からですね、まあ、自転車で行けないこともないということもありまして、今回は自転車でですねあの行ってみようかと思います。では今から行ってきます。10分ぐらいで到着しましたね。うん、それでユニバーサルシティ駅にもですね無料駐車場があって、ありがたいですね。有料でもないんですね。自転車で全然来ることもできますね。はい、このような駐輪場があって、はい、助かります。今回ヘルメット持ってきたんですけど、まあ盗まれても嫌なんで、これを持っていきましょうか。このホテルがたくさんありますけど、 USJ に来たって感じですね。そこの奥に駐輪場ですね、私が止めた。はい、あります。おお、それでは早速やっぱ動いてますね。叫び声も聞こえます。いつものところにやってきましたけども、あ、かなりでも休園中の時に来た時に比べたら活気がありますね。今日は平日なんですけども、改めてこんにちはです。あの今 USJ の、 あの前に来ておりますけれども、あの今はですね、あの大阪府民限定ですね、あの前日にまでにチケットを買っとけばですね、あの入れるという期間で、先週までは大阪府民かつ年パスを持っている人限定だったんですけど、それプラス、まあ、大阪府民にチケット購入者っていうふうになりまして、今回私はそれであの行こうと思っております。もうチケットも買っております。それも2日後ぐらいかな、それぐらいからはこう関西圏の人たちが来れるというですねスケジュールになっておりまして、もうそれでもだからここにいる人は全員大阪府民だったと思うんですけども、いや結構いろんな人がいらっしゃいますね。今はちなみに10時53分ということで開園直後だと思うんですけどね、まあ、果たして USJ がどんな風なコロナウイルス対策を行われているかとか、あとどれぐらいのこう待ち時間とか、そういったところをですね、まあ、レポートできればなというふうに思っております。では早速なんですけど、あの向かいたいと思います。二方限定ということで、はい、ちなみに今の期間中は当日販売券はあの売ってないらしいんでお気をつけください。はい、ではどんどん向かいましょう。あ、でもやっぱりね、あのようこそっていうよりかは、まずは、まあ、こういうふうにですね、まあ、ちゃんとこう対策してますよみたいな、そういったところのアナウンスの方がされてますね。チケットはこちらですね、ちなみに1日7800円ですね、まあ、通常料金の一緒かな。続々とお客さんが入っていっております。ありがとうございます。いってらっしゃい。ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。楽しんでくださいね。おでこにやられましたけど、自転車こいで来たんで、あのそこで引っかからなくてよかったですね。知らなかったんですけど、ヘルメットは持ち込めないんですね。ということで、ここのロッカーに入れてくれということでした。まあ、無料ではないですけど仕方ないですね。入れましょう。よし、気を取り直してまた行こうかと思います。では USJ に行ってきます。お願いしてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ということで入ってまいりました。久々ですね。といっても私は生涯でそんなに USJ 来てたわけではないんですけど、まあまあでもやってくるのはあの楽しいですね。大人が来てもテンションが上がる場所です。ちなみに今回はあの妻はあの病院なんで、あの一人でやってまいりました。スムーティーもあのいますけれども、いや本当にね、あのせっかく来たんでね、まあじゃあ楽しみましょう。
ちなみにマスク着用っていうところは、まあ、義務付けられてるみたいで、体温チェックっていうところも行われたんですけど、そんなに人もいないんで、いつもと変わらず入れたっていう印象ですね、うん。まあ、それで人もですね、まあ、平日どうなんかなんでしょうね、これぐらいだと多い方なんでしょうか。まあでもやっぱりいつもよりは空いてるんで、ね、かなり距離っていうところは空いてるんで、まあ、これだと全然問題なさそうな感じはしますね。はい、レストランとかも普通に営業してるみたいですね。やっぱりでも皆さんマスクしてるっていうのはちょっといつもと違う光景かなっていうふうにはね思いますね。では早速で申し訳ないですが、進撃の巨人行っちゃっていいですか。いや、これ一番乗りたかったんですよね。もう行っちゃいましょう。あそこはちょっとメンテナンス中みたいですね。あの映画館があるところですね、はい。ではちょっと入りましょう。どれぐらい混んでますかね。あ、でも結構あれですね、待ちますね。50分待ちとかですね。まあでもせっかくなんで時間もあるんで行きましょうか。結構でもいらっしゃいますね。並んでおりますけど、まあ、正直ソーシャルディスタンスが取れてるかっていうとちょっと微妙なラインかなっていうのは思いますね、まあ、やっぱりまあ USJ っていうところなんで皆さんテンション高く喋っちゃうんで、まあ、私はぼっちなんで大丈夫ですけど、気にしすぎかもしれないですけどもね。私の今から写真撮るみたいです。終わりましたけど、いや面白かったですね。一応ねこう乗る前にこう消毒とかもね、終わった後も消毒って感じで、はい、そういったところもですね対策されているというので、まあね、VR だったら本当に、ね、マスクしてるっていうのを忘れちゃうぐらいの、うん、感じなんで、いやすごい楽しめますね。距離も空いてますし、それにしても怖かったですということで、あとね、そう50分でやってたんです。そんな並ばなかったです。もう本当に全然並んでる感覚なかったですね。もう20分ぐらい乗れました。その前にもなんかこうなんかいろいろストーリーとかありますから全然問題ないですね。めちゃめちゃ早く乗れてると思います。ふう、では次は何行こうかな。だんだんでも楽しくなってきました。なんかありますね。それで場所取りしてる人がいますけど、なんかイベントがあったりするんですかね。コナンのなんかね、あのやつもあるんですけれども、残念ながら今日は受付終了というふうに言ってましたので残念。いや、またこれはいつか乗ってみたいですね。そんなのもあったりするんですね、うん、ということで人気のやつは早く動いた方がいいですね。それでも他にも乗れるものは、体験できるものはたくさんあるんで問題ありません。じゃあこれも何度か過去に乗ったことありますけど行きましょうか。スパイダーマンであれば10分ぐらいです。余裕です。スパイダーマンであればですね、本当にすぐ乗ることができましたね。いや、あれぐらいの怖さはちょうどいいですね。ということで、スパイダーマンなら何回でも乗れそうな感じですね。で写真も買っちゃいまして、とりあえずはじゃあ、ね、またうろうろ、回りたいと思います、はい。だんだん暑くなってきましたね。急を避け、必ず他の方との距離を確保してください。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。アテンションゲスト。ここはルパンでしたね。やっぱりマスクチェックをしてあんまり叫ばないようにという風な感じでコロナウイルス対策を呼びかけてますね。喉乾いたんで、そう、お茶持ってくるの忘れたんだ。これでいいか。いちごソーダタピオカ入れで、とても可愛い、はい、どうも。冬がちょっと落ちてくるのでこんな感じでお待ちください、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということでゲットしました。
ミニオンズやってきましたけども、はい、15分待ち、早いな。よし、じゃあ行きましょうか。ミニオンズ終わりました。いや、本当暑いですね。今1時35分。あ、ゆっくり回っても本当にいい感じですね。こういったところもあります。よし。ここでですね、あの時間をパッと見ることができますけど、フライングダイナソーとかでも25分とかですね。もう進撃の巨人も15分とかです。それで一部はこう運休とかね、メンテナンス中とかなってるやつもあったりしますね。あんな感じで一人一人の間隔が空けて、あのあんな感じで一列一列空けて、はい、対応しているようですね、フライングダイナソー。でもあんまり意味なさそうな感じしますけどね、いても いなくてもそんな変わんないんじゃないかなと思いますけど、気持ち的な問題あるかもしれないです。はい、それではいってらっしゃい。こちらあのレストランですけど、こんな風に入り口とかはですね、まあ、決められているようで、こっちはですね出口専用になってますね。いや、ちょっとお腹でも空いたんで何か食べましょうか。結構並んでるな。結構ここは人気ですね。向かい合って食べないようにという風なアナウンスされているので、皆さん向かい合って食べないようにしてですね、あんな感じで反対の壁の椅子が撤去されて、こんな風になってますね。コードの説明させていただいております。はい、USJ 入るときはですね、これ登録してっていうふうにやれなかったんですけど、このレストランではあの大阪府の追跡アプリ、あのこちらをですね登録して、もうメールアドレスあの登録するだけめちゃめちゃ簡単です。はい、あのこちらをですね、まあ、やりました。やっぱり飲食とかそういったところはかなり徹底してる模様のが伺えますね。今のご質問を伺います。はい、ペパロニお願いします。ペパロニのセットです。はい、はい、レシートを渡します。はい、こんな感じで前も食べたけど、そういつも適当に歩いててお腹空いて適当に入ろうかなと思ったら大体ここになってますね。うん、ここが多分一番定番じゃないですかね。はい、それでこちらコーラゼロにしました。飲食店はめっちゃ気使ってますね。あの向きも全員同じ方向、ほぼ同じ方向ですし、半分ぐらい椅子取ってるかな。それで QR コードとあとクレジットの端末とかも一回一回拭いてたりとか、椅子も拭いてたりとか。さあ行きましょう。うん、そんなに混んでるわけではないですね。ただ週末なら混むかも、このペースなら平日で。 USJ ね、今回一人で来てるんですけど、一人でも楽しめますね、普通に。うん、で一人で来てる人もまあちらほらいらっしゃいますね。大体カップルか、まあ親子か家族かって感じですけど、まあね、これね、食事とか食べてたら USJ 来たなというふうに思いますね。今更なんですけど、USA にもちゃんと自動販売機ってあるんですね。コーラ飲んだら普通に喉乾いて。最後はやっぱお茶ですね。まあもちろん現地価格にはなってますけど、ゲット。キンキンに冷えて美味しそうです。最後はですね、あのジョーズ、こちらで涼んで帰ろうかと思います。
上手、終わりました。こう案内の人とかはマスクはしてないですね。でもそれ以外のスタッフの方とか、こう整列とかさせる人はこうしてるような感じですね。進むことができました。Thank you for visiting Universal Studios Japan. USJ の、 あの、ね、視察と言ってたんですけど、まあ、遊んできました。まあ、それでね、うん、まあ、お客さんはですね、やっぱりこのタイミングだとですね、そこまで多くもなくですね、うん、まあ、あの繁盛の時に比べるとかなりですね、効率的に遊ぶことができるかなというふうに思いましたね。これから USJ どんどんね、こう日本全国の方がですね、まあ、来れるようにですね、多分なると思うんですけども、まあ、GoTo キャンペーンとかね、ぜひともね利用してですね、まあ、遊びに来てはどうでしょうか。またね、東京ディズニーランドはまだオープンしてないということなんですけども、まあ、東京ディズニーランドも多分このようなですね、まあ、感じになると思います。でももう皆さんね、しっかりマスクもしておりまして、はい、まあ、マスクしないとですね、まあ、乗り物乗れないよとかね言ってたりもするんですけど、本当に皆さんしててちょっとびっくりしましたね、うん、ということでですね、まあ、こんな感じで、まあ、USJ っていうところはね、まあ、オープンということですね、まあ、これからですね頑張ってほしいなというふうに思いましたね。ということで、まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。